SSS SDGs。山陰各地の SDGs の取り組みを紹介する番組、ウィッケ山陰 SDGs。 今回紹介するのはこちらの素敵な洋服。実はこれ車のエアバッグからできているんです。びっくりですよね。今回のテーマは車のエアバッグがファッションに変身。このエアバッグファッションを企画したのは、鳥取市で自動車のリサイクル業を営む西川翔海。こちらがエアバッグですか？そうなんです。エアバッグは廃車になった車でも事故をしていない限りは新品の状態なんです。エアバッグの素材は耐久性に優れたナイロン素材で、これを何かに使えないかなと考えました。 SDGs 目標中に、作る責任、使う責任にもあるようにリサイクル資源を生かす取り組みです。これまでは廃車の際に焼却されていたエアバッグ、作動すると薬品が付着するため、服に使うためには手作業で取り外します。大きさも形も車によって様々。洋服のデザインは海外でも活躍されている鳥取出身のファッションデザイナー川西良平さんにお願いしました。縫製は鳥取市のビッググロースさんにお願いして、オール鳥取で作り上げました。まさに地域で生み出したリサイクルの洋服なんですね。こちらは実際に販売している鳥取市内のアパレルショップ。エアバッグの布を使ったさまざまなデザインの洋服やバッグ、帽子が並びます。初めて見た時はもうすごく新鮮で新しいファッションアイテムだなっていうのをすごく感じましたね。今までこうエアバッグから洋服ができるっていう考えってやっぱりなかったので、もう見た時すごく驚きました。初めて見られたお客様も驚かれたっていう印象と、見て楽しむ、着て楽しめることができるなっていうふうにお言葉もいただいてましたね。ということで着てみました。セフどうですか？とてもお似合いです。いや、軽くておしゃれで、これから春のお出かけにぴったり。エアバッグとは思えないですよね。車のリサイクルから素敵な商品が出来上がりましたね。このエアバッグファッションの取り組みをきっかけに、より多くの人に自動車のリサイクルや SDGs に興味を持っていただけたら嬉しいと思います。使用済み自動車は大切な資源。リサイクルで SDGs を見つけ。次回もお楽しみに。